マニアックな魂の。すいません、ちょっとまだあの話題がね固まってないんだけど。いや、いっぱいある。だって高島屋でしょ、団地でしょ、赤塚高校でしょ、高島高校、そこら辺の話、そこら辺の話。一気に一応まず最初にゲストの紹介ですね、堀田さんと、森崎さんといずれさん。なんか俺もね、まだね、なんかあのね、なんか名前を言わないというね。俺一回言ったからね、さっき言ったからね、誰の名前も呼ばないように呼ばないように。そうそれをね、まあ、いずれね。はい、じゃあ板橋区の、まあ、豊見田線っていうか、まあね、あと高島平とかその辺近辺で何してたっていう話、まあ、ここにいるメンバーがね、その辺にゆかりがあるっていうことで、高茂っていうのもプラモデル屋があって、どこ高茂新高高島いきなしマニアックだな。ミニ四駆を買ってさ、で外にコースなんだけど、みんなもう猛者たちがさ、こう何ボディとかもつけずに、もうとにかく速さだけを追求している猛者たちがいろんな小学校から集まってきて、まあ、その小学校の皆さん小学校か。で、新高島平のどっちはよ、あの土手の方、それとも高島高校の方。いや、あの線路下。へえ、だからちょうどだから、ガード下の、そこ、あ、ガード下、あ、そこにあったんだ。ガード下なんかいろいろあるよね、あの辺ね。ある、あの高島屋だから、高島平とか、あそこにさ、ね、アペタイトっていうさ焼きそば屋があってさ、あ、なんか聞いたことある。結構ないの、それ焼きそば屋知らない。俺もしょっちゅうね、昼抜け出してね、食いに行ってたよ。アペタイト、アペタイトなんか入れ歯の癖名前で、その何だろう、ミニオークの世界で何だ忘れたの。いや、取れない取れない。俺は結構遅い、ゆるキャラみたいな、遅キャラみたいな感じ。アバンテ使ってないの。アバンテ使わない。アバンテ使わなかったら、アバンテあったでしょ。エンペラーとかさ、あったね。あったよ。シューティングスターとかね。あったかもしんない。ダッシュ4クロ、ダッシュ4クロあったね。あれ何年生とか、4年生ぐらい、4年生とか5年生かな。なんか当時としては結構ね、いろいろいじったね。いじったね、ハイパー。だから汚いんだろ、みんな。なんかさ、そのお金かければどうぞどうぞ。結局さ、500円のモーターがすごいじゃん。使っちゃダメだよ。600円ぐらいだ。そう、あれが600円。モーター500円。ボールベアリングが600円。どう考え、なんかどうしてもあのボールベアリングは買えなかった俺は。お金があっても。こんななんか変な銀色のこんな変な丸い粒みたいなやつ。でなんかグロスをこうやってさ、塗りたくてさ。あ、コースでってこと。コースでやるやつ。そうそう、ミニ四駆。まあミニ四駆、何、シャフト、タイヤの間にあるシャフト、の回転をこう滑らかにする、なんかこうワッシャーの間につけて、なんかこうあんですよ。なんかよくわかんないけど。理由考えたらさ、だって樹脂なの、それ。ただの樹脂なの、プラスチックなの。そう。部品500円も払ってたんだからな。そうだよ、ね、すごいよな。出る出る、まず600円で、モーター買えると500円ですよ。モーター超えるモーターだろ。タイヤもあるね、スポンジタイヤみたいな。あれもいい商売だな。あれいい商売だよ。とりあえずこうさ、参加させといてさ。そしたらもう入場料、あとはもうね、あとはステッカーだとかさ。いや本当にさ、あれ箱もさ、すごくさ大きくて、絵が描いたってかっこよくてさ、買うんだけどさ、こう箱開けた瞬間にさ、なんかもうチャッチーの中身がなまず多分パカッと見るくらい、そうパカッと見るくらい、そうしかもさ、ここに自分のミニ四駆あって、新しく買ったとこからはボディしかすぐないノーマルのやつはほとんど使わないで、やってることに考えるまでやってるよね。そうそうそう、それだけこう乗せ替えてよねボディは守るんでね、ちょっとそうなんで、ここ穴開けろってさ、もうさ最初からさ掘り込みがあるんでしょ、樹脂にさ洗脳されてるね。洗脳されたよな。
みんな同じことやるから、ね、だってボディのあそこにさ穴開けたところでそんなに軽くなってない一方でさ重り重りでさ前に重心がないとコースはめちゃうだからまた重りも買うじゃん軽くしてんのあったねでなんかただ穴開けるだけじゃダメだってことで、うん、スタイリッシュじゃないってことでメッシュがこう販売されたりそうだよ、うん、スポンジタイヤそうだそうスポンジタイヤあったな結構本格的だよねスポンジタイヤの溝がないとダメだ、うん、溝入れたり入れたりちょっとそれは失格だそれダメだルールあるなんかルールがあるなんかあったよなモーター使うこのモーターは今回の大会は禁止ですとかなんかいっぱいダッシュモーターとかね、うん、そのタミヤが出してんのに、うん、それはダメだダメだってタミヤ出しててそう電池は何でもよかった電池はねまあみんなやっぱタミヤの他にもあるんだけど純正だよなあるんだけど純正だよなその時から純正とか純正純正覚えたかもしれない純正じゃないともっと壊れると思ってたもん洗顔されててそうじゃね、うん、じゃあ使ってくださいみたいな買うしかないよね普通の充電器とセットのさタミヤ電池みたいなさ知らずとその時から純正使ってたんだよねもうエネループとか使いたかったら使ったそうだよそうだよあったらな全然ね安いよそっちの方が1500円で買えるさ高かったな当時の充電のやついくらしたか忘れちゃったけど多分どっかに充電器は充電器絶対売ってるよね普通なんかもうミニ四駆の方しか見えてなかったからそこの充電器を買わなきゃいけないっていうのを考えしかなかった子供の頃に良くないよねなんかねでもあれもだから時代で言ったらさもう1年も熱狂してないでしょいや1年以上やったんだよ1年以上やった俺も1年も熱狂しなかったな半年ぐらいだったかもしんねえ意外に短かった短かった、ね、短かった気がするよ俺とこって結構田舎だから多分根強いんで多分あまあもちろんビックリマンとかこう並行していろんなことキニコンとかねこう見に来てんだけど全部どの辺で遊ぶの西大だと西大山の中だね山の中登ったりとかさ、あじゃあ徳丸の行くってこと？徳丸とかそうだね。だってこれ中学校の初日に新しくできた友達、まあ、小学校から来ました、うん。中学校で新しく会った友達は他の小学校出身ですじゃん。うんうんうん、でまあ遊ぶじゃん。うん、で俺の方に俺ん家の方に来たからさ、うんうん、俺がリードしなきゃみたいなさ。うん、でこう志村高校の崖みたいなのがあるね。あそこあるの。登るって遊びをしてたんだけど次の日にもう志村第五小学校の遊びはこうだみたいな感じでこうもう学校中にこう火を見られたみたいないやでも確かに学校学校の文化が違うとこあったよね俺の学校もう本当俺少人数で8人ぐらいで、うん、ほぼほぼその志村第4小学校と第2小学校の集まる志村第2中学校に行ったんだけど いずれさんは志村第2小学校の結構半分の派閥を持っているところでうちの志村第3小学校っていうのは公務員住宅があってもう結構遊びがさサッカーとかさ野球とかさなんか木登りとか全然しないんだよそうなんかもうドローン活動とかしないの塾習い事当たり前のだからでもその志村第二小学校の文化は木登りなわけよすごいねその文化的なここが外遊びだよねそうここ登れるかみたいな俺もさ結構カルチャーショックでそんな遊びしてきてないから小学校の時にそうだったよねそうだねここ登れるかだったよねここ登れるかだったよねでマンションっていうかさマンションその6階とか7階建てのマンションの塀から外飛び出すように体を投げ出してこう捕まるんだよ塀にはいはいはいでなんかもう俺なんか飛び降りに失敗しちゃいましたみたいなそういう感じで下から見てる人には見れるようなそういう遊び方しててすごいねその工夫がでも4勝もねすごかったよね4勝はすごかったね、うん、とにかく3そのね山ちゃんが来た3勝は8人のね選ばれたいやだからね平和なんだねいやびっくりしたと中学校行って俺全然勉強なんかしてなかったのにもう上の方から数えた方が早かったから、ね、最初合格だんだん染まっちゃったけど俺はだからもうなんか平均がだから公務員住宅の人たちの授業だったからだってクラスのうちの半分は私立行くんだから
昭和工事件、昭和中学校受験で、そうなん、うん、で残った人が日中に、そうそうそう、うん、お父さん何裁判長とかさ、そうなんすごいいっぱいでさ、実質私立みたいな感じ、実質私立みたいな感じだったよ、そうなんだ、うん、あそう、じゃあ森崎さん名前ってから、まあ、板橋区の話だけど、板橋区の話、何かこうか、まあ、学校路線になってるけど、やっぱ西大で遊ぶの学校が、高校がさ、そっちの方にあるあ、高校、高校、ああだから、どこで遊んだっけ、だあの、ボーリング場行かなかった西大のボーリング場は、うん、行ってない、いや、あれなんだよね、たまに、どっちかと旗ボールって言って豊島区の金目町の行っちゃってた、池袋も行っちゃったんでね、どうやって行くのバス、えチャリンコですかね、みんなでそっちに行ってた、結構の距離だよね、でもね結構の距離だけど、なんかで打ち上げとかだとあっちの方に行ってた、まあ、確かにうちの高校の打ち上げはあっちの方だったよね、池袋とか池袋山とかさ、あれだったね、うん、あんまり高島平でやらないんだよね、高島平の人ばっかなのにね、うん、基本ね、あそこ繰り出すんだ、じゃあみんな大体繰り出す、高島平の人はそういうことに慣れてないからさ、うん、誘われる側だから、やっぱほら菅野方面じゃないわけじゃん、うん、高島平の方面だともう行くだけじゃんで帰るだけみたいなイメージだけど、うん、逆に繰り出していくんだ、じゃあ池袋とか、そうそうそう、いやまあほとんど行かないけどね、行くとしたら行くとしたらどんどん地域密着、うん、いやだから結局田舎だから、うん、グラウンド広いし、広い、ね、テニスコートまで 何コートあった、結構あったよね、結構あったもんね、あったね、高校ってあんなにないでしょ普通、うん、そうだったもん、グラウンドも広いしね、だから今みんな真面目よ、部活やって部活やって帰るとかね、だから部活やってなかったら多分普通に帰ってんじゃない、うん、学校終わって普通に多分自転車で帰って、うん、どこかに寄るっていうところはそもそもないよね、ない寄るとしても西大、西大、西大、確かに西大ぐらいしかない、いやだから西大のあのマックとかに行った覚えてねえな俺あんまり、うん、どこ行ったの、一緒部活なかったら帰ってたろ、帰ってたろ、帰ってたろ、で家帰ってからなんかたまになんか遊び、なんかそうな、ちょっと本当家とかじゃない、まあ、そ友達ん家とかさそんな感じだよ本当に、その夫さん家よく、あそう、あの夫から家に帰るまでの動線の間にある、そう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 、家に行くか行かないか、確かにそうだった、みんなだって自転車ですね、うん、チャリーで行ってたね、山ちゃんもね、そのチャリーだよと30分かかんだから、いやそうだけどさ、今ほらあの辺の地域引き出そうと思ったらさ、うん、何もないっていう、何もない、何もない、ああいやでも赤塚公園あるね、赤塚公園隣に学校があるね、なんかマラソンしたような大東文化大学だよね、あるあるある、赤塚とね、そうだね、だから大東文化家の目の前、あそうなんだ、大東文化と高島高校大体に赤塚公園があるのか、まあ、間ってか断然その高島高島高校よりだけど、まあまあそう、まあまあ間っちゃ間か、そのまあ分かりやすいとこっていう、ただその赤塚公園でそのラブロマンス的なことはないよ、そんな、なんかそうだね、そういう公園じゃなかった、そういう公園じゃないよね、運動の、だってうちの陸上部はずっとそこ走ってたもん、プレイグラウンド、本当に、そうだよね、赤塚公園で覚えてるのがあのうっちゃんなんちゃんの番組が来たっていうので、知ってるっていうよりも太田さんがなんかあの部活を休んだよくわかんないそうだけ休んでていねえなあいついねえなと思ったらまさか行った、呼びに行こう、俺に来られてあそこで撮影やってるからずーっと、ね、撮影ずっと見てたっていうね、やったらやったらやらねえやらねえ、その後の番組はね、だから運動会かなかったやつ、っっなんか野球だったかな、野球だったっけ、なんかあったな、あそこ結構撮影多いんだよね、撮影結構ね、赤塚公園って昔からあそう、うん、なんか戦隊ものとかそういうのよくやってた、なんかやりそうな感じだね、うん、なんかロケーション的に、うん、ただ光が丘公園とかそういうような感じで桜が綺麗とかそういうのじゃないもんね違う違う全然なんかグランド、いやなんだろうね、だから日向ぼっこしてんよ暇のおっさんたちが、でも最近あれなんだよね、小学校の保護者同士でバーベキューとか、あそこいやなんか変わったってばさ、変わったってばさ、何回俺やってる、あそこで、あそこでやってる人がただ呼ばれてるだけなんだけどね、うん、そう
そうそうそう、なんか板橋区に申し込みをするんだかなんだかで申し込みを確保して、もう勝手にやっちゃいけないみたいな、今なんか場所取ってっていうのをやんなきゃいけないみたいな手続きが必要っていう話を聞いた。そういえば赤塚公園ってどこからどこまで赤塚公園だったの？明確にそんな確率あるじゃん。高速があってさ、いや高速、高速があって、なんかこっちもあるでしょ。あるあるある、確かにあるある。あ、そのこと言ってんの？そうそうそう、グランドの方もあるしけど、高速を挟んでなんか鬱蒼としてる森みたいな、ね、あるあるある、なんかあるのかって、なんか高いみたいな、そうそうそう、木が高いんじゃなくて、なんかこう持ってってんのかな、公園なのかなっていうね。あれもそうなんじゃないよきっと。そう、うちの高校さ、あそこら辺のところにさ、バイク止めてさ通学したやついたでしょ。そうなんだ、あったあった、あったよね、うん、バイク禁止だったけど、うん、これなんか、まあ、止められそう、俺なんか嫌な思い出を思い出しました。いやだから2人もよく知る女性と、なんかそこら辺の公園をさ、うんうん、歩いてた時にさ、それデートだ。なんかその子がさ急になんか星が綺麗だよねとか言い出して、なんか寒いなこいつと思って、そういうセリフって普通に出るもんだったら、ただ女性ってそういうもんだったんだろうね、俺の中で。なんかこういうキャラだから夜、はい、いやだから俺文化祭、うちの高校文化祭だったのに高野祭っていうのがあって、だから高野祭の後に行ったような気がするんだよな。なんでその2人きりになったの？いや2人きりじゃない、もう1人いたんだけど、なんか時間を区切って、山口さんとまず30分を2人で話したい、その後もう1人どうしてる？普通に喋ってそのシステムに興味あるの？だから違う、告白をしたかったんだよ、もう1人の方に。それでなんか男2人ってこと？男2人いて、で彼女がいて、そうまあ人だ、ドリカム的だったわけ。ドリカムだったな、うん、まあドリカムがまず勝ち出したんだ、うん、でまず俺にあの断ってきたわけよ、ごめんねって、うん、あのその人にこれから告白するから、もう一人の方に告白するからって言ってきたんだよ。んあそうなの？女の子の方が告白するって。そうだから、そのもう一人の男の方だ、西なんだ、あのドリカムで言ったキーボードの方にさ告白するから、ちょっとベースの、ベースやったから一応30分外して、そうさ、最初に俺と30分時間取って、あの誰々が好きだからこの後話して私告白するけど応援してねみたいなこと言われて、あそうみたいな。なんだ、山ちゃんはその場で告白しようと思ってたってこと？いや俺はその子のこと確かにいいなと思ってたんだけど、うん、別にその付き合ってほしいなとかそこまでは思ってはいなかったわけよ、うん、その30分の設定をしたの誰？だからその子よ。その子が、うん、そのこ断るだから自分の断るためにあれか、だから脚本書いてたんでしょ。脚本こっち行っちゃうと、うん、山ちゃんが黙っちゃいないだろうから先に山ちゃんに審議を聞いてから。そういうことそういうこと。それすごい感じてたんだよね。だからそう感じて、まあ、そういう感じになるんじゃないかと、うん、まあ3、ね、3人それも俺は。でも山ちゃんはそこまで言ってなかったんだよね、気持ちを。気持ちそこまで言ってない、言ってなくて区切られた、言ってなかったんだけど、なんか脚本書いてたんだ。そのね2人で今日ちょっと夜空いてるみたいなこと言われて、あいいよって言って借りてえなと思ったんだけど、なんかちょっとこのあと散歩しないみたいな感じでなって、だから急にそういうことになったからさ。散歩しないって何でドリカムで散歩する？2人じゃないんだ。そう、いや別に普通に2人でつければいいじゃんっていうかっていうさ。確かに、うん、ただほら30分撮ってるってところに、うん、こうちょっとね、あの山ちゃんがどんだけこう粘ってるか分かんないっていうこうあれが見え隠れしてるね、うん、そうだね。全然さ、こんな、なんと思ってなかったんだけどさ、なんかそういう演出的なことされるとさ、やっぱ距離置いちゃったよね。追いかけちゃう場合もあるんだけどね、そのそういう赤塚公園の使い方した。使い方もある。そういう使い方も。赤塚公園。ただそれは赤塚公園のメインじゃなくて、高速挟んで、うっそうとしたの。赤塚公園じゃないか。うっそうとしたのか。山の方。山の方。崖みたいなね。そう。あと何？赤塚公園にさ、俺ら志村の方はさ、なんだか
消防車がなんか来てさ、射精大会に行かなかった？なんかそういうのあったかもしれない。そうだ、あったでしょ。そういう場所だね。そういう場所だったよね。そんな遠くからわざわざ来るような公園なんだね。うん、もう結構大きいか、あの公園。いやもう大きいよ、ね、大きいよ、ね、あそこしかない、あそこしかないよね。板橋区って一応板橋がね、あの県庁所在地じゃないけど、こうなんつうの、区の中心でしょ、うん、でも一方で結構高島ならあの場所も結構あれだよね。なんかね、公園もあるし、あの赤塚公園もあるし、あの蛍の見えるような公園もあるし、なんかなくなっちゃうんでしょ、あれなくなっちゃう。そうなんだ。なんか蛍の動物公園もあるし、なんかすごい問題があるみたいな、三つ木の美術館もあるし、うん、あと大仏、大仏あるね、東京大仏あるだろ。だから板橋区ね、ゆかりがないけど成松とかさ、うん、そうそうそう、あっちの方も板橋じゃん。で大山もそうだし、うんうん、そうだよね、大きいよね。確かに、ね、だから文化がちょっと違うんだよね。東武東上線とさ、三田線で、三田線と、うん、ちょっとやっぱ田舎なんだよな、三田線って。だからね、しかもそっからもかなり離れたからね。新潟大学、高島平から成松って遠い。いや遠いよ、遠い、遠いの、遠いね、遠い。いやもう歩きたくないよね、歩かないと、ね、だから土手の方に遊びに行く。土手って結構面白かったの、本当に。いや土手で遊んだよね。やっぱ花火大会じゃないですか。花火大会、ああそうだね、花火大会はね、田橋花火大会、うん、絶対もう中学生になったら親抜きで行くからね、花火大会ね、うん、楽しんでね、ああいう祭り、うん、夜遊べて、そうそうだよね。なんだろうね、やっぱり色気づいてくると花火大会さ、やっぱり友達だけで行くとかさ、祭り友達だけで行くってなってきてさ、板橋結構やっぱ祭りもあるしさ、そうそうね、熊本市とかね、うん、まあ面白かったよね。そうだね、うん、まあ健全なやっぱ遊びじゃない、板橋遊びって、うんうん、基本的に、基本的になって土手とかさ、公園とかさ、そう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 、三田線の知名度ってないよね。ないね。だからほら今なんかいろいろつながって、うん、そうそうそう、知名度出てきたけど、そうだね、それまで西高島なんて全然分かんないじゃない。そうだよね、壁紙だよね、素顔から先分かんないし、みんな。ああいうさ、電車のさ、こう最終地点を見たことないでしょ。ないよね。西高島なの、怖いよね。あれ怖い怖い、西高島怖いよね、あの、なんかね、で目の前も高速だし、そうそう、そう、なんと普通さ、路面を走ってる電車だとさ、うん、なんかそう、うん、車庫とかがあるじゃん、うん、そう、あれさ、なんかこう何、橋みたいになってる電車の終点見えるのないよね。終点駅っぽくないよね。モノレールでもさ、つながっていくのかなみたいな、和光とかそっち行って、そうそうそう、変えたのかな、笹目通りのさ、橋とかさ、そう、あそこになんかこう大通りでさ、なんかね、うん、あのそんなに華やかな駅でもないじゃない。そう、ターミナルだよね。本当ターミナルな感じだよ。西高から乗ってくる人いるんだなと思って、俺新高からさ、こうこの階段って思ってたよ、よく。もう和光だもんね、あそこ、うん、そうしたもんね、うん、いや、だってあれ板橋じゃないよ、もう西高は。違うね、ちょっとね、もう埼玉だよね、一歩出たら、うん、埼玉でね、うん、ちょっと出たね、ちょっと出たら、うん、行ったことねえ、これ西高行ったことない、西高ってなんか行くようは、行くようないでしょ。で逆になんで行ったって言われて、友達が住んでた、住んでたのか、うん、ね、そっかそっかそっか、それで行く、それで西高から歩いていくしかなかったんで、あれ大仏に西高に行くんだよ。いやだからそれほど大仏行かないよ。西高じゃねえよ、違う、東上線でしょ、東上線でも分かる、線から行くとしたら、そうだね、西高じゃなかった、そうかもしれない。大仏なんか俺3ヶ月しか行ったことないぞ、板橋にいるけど。そんなに行かない、そんなにはいやいや、その近くにバッティングセンターなかった、大仏の近くに。いや分かんねえ、そんなあった、バッティングセンター行ったことあるの、そこ、バッティングセンターって言ったら、あのだから発電所で、あれはよく行ったよ、まあ今あるね、あそこね、まだあんだね、まだあんだ、そうなんだ、まだあった、たまにシャリンコで俺まんま行くから、へー、あるある、まだ、まあ板橋草野球がすごい盛んだからね。あ、そうなんだ、あ、まあ河川敷あるからね、河川敷あるからさ、そうやったんやけど、あずさ公園近いじゃん、あずさ公園近いよ、でもあれなんだ、じゃあずさ公園はなんか勝手に遊べるところじゃないんで、だから管理体制が
しっかりしちゃってるから、で俺ら西ヶ丘サッカー場も近から近いし、朝もいい、ね、その遊びは近いんだけど、警備がしっかりしてるからそんな遊びだね。入れる、うん、会場ね、なんかスタジアムみたいな感じになってるね。うん、自由度がなかった、ね、なかった。河川敷も一応予約制度ではあるんだけどね。まあね、あ、結構なんかこう感じしてるのかしてるのかよくわかんない感じなんでね。ということで、なかなかと話してきましたけど、また板橋の話を次回にすということで、これその1、その1、その1はでも社長なんで、じゃあその2にしようか。その2で、またその3、その3はじゃあまたこれ社長を交えてしましょうか。そうです、いいでしょう、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。